果的に復習できた話です。フェイク入れてるので矛盾があるかもですが、私オタク、記憶力が無駄にいいため成績がそこそこ良かったから教師の受けは良かった。主犯 A を当時からイケメンで人気あり、ストレスというより悪気なく弱者をいじめるタイプ。ブサイクは生きてる勝ちなしがモットー。主犯 B 女、ザ女嫉妬深い、自分が一番じゃないと嫌、弱者をいじめて優越感に浸りたいタイプ。教師の受けがいい私が気に入らなかった。今でこそ可愛いオタクな女の子ってステータスになってる部分があるけど、10年以上前ってオタクというだけで肝人間のレッテル貼られてた。自分で書くとあれだが、私は素材は悪くないらしいので、当時の周囲の印象は可愛いのにオタクな残念な子だった。私も私でオタクをこじらせていたので、自分の身なりに多少無頓着でも自然体な私を好きになってくれる人というアホな思考回路から、身なりには無頓着、マニアックな漫画から京極夏彦とかを休み時間に読んで自分の世界に浸っていたので、余計に変な目立ち方をしていた。なので主犯2人の目に留まってターゲットになった。最初に授業直前に教科書とノートを隠されたが、前述した通り記憶力が無駄に良くて内容を覚えていたため、教師に当てられても問題なく答えたことが主犯2人の私へのいじめ心に火をつけたらしい。それ以降のいじめは結構テンプレ通り、暴言、私物隠し、集団シカトなどなど机に花飾られたのも1回だけある。しかも花飾る価値ないからと雑草。これは辛いというより私の中でも笑い話なのだが、でも基本的に中学時代の学校生活って世界の全てだから辛かった。愚痴を聞いてくれる年の近い兄がいなかったらどうなってたか。その頃私は教室の隅で本を読みながら髪の毛をプチプチ抜いていた。無意識に、後で知ったけどストレスで髪の毛を抜くことをするって症状があるみたい。ある日自分の周囲に大量の髪の毛が散らばってるのを英語が気づいた。妖怪、マジ、キモい、お願いだからいなくなって的なことを言われた。B女もそれに便乗していなくなってコールが始まったことは今でも夢に見る。兄の助言もあり、高校は何かと理由をつけて県外の全寮制のとこに行った。その流れで東京の大学を受けたので、中学時代のそいつらとは無事疎遠になってた。高校から大学の間に友達になった子の影響でおしゃれもするようになった。原宿でそこそこ名のある雑誌や洋服ブランドから専属モデルのスカウトを受ける程度には垢抜けていたようです。オタクは相変わらずなので、原宿よりも池袋に出没してたとかは別の話ではありますが、それでもたまに A 女と B 女をやっつけたりする夢を見る。高校卒業時と大学卒業時に同窓会があったが、私は行かなかった。さらに数年して届いた同窓会の案内、なんとなくふと行ってもいいかなと思えたので参加した。当日私は気合を入れておしゃれしたこともあってか、会場に入った瞬間みんなの会話が止まった。漫画やドラマみたいな、え、誰、あんな子いた的な言葉が聞こえてきりもした。受付に行くとそこにいたのは栄養だった。名前を伝えたら、私子なんて人いたっけと隣の人に聞いてるのが聞こえた。こいつは私をいじめたことを忘れてるんじゃない、私の存在自体を忘れてたんだと分かった。学年全体の同窓会だったので私をいじめてなかった子もたくさんいたし、主犯2人以外は特に恨みもなかったのでそこそこ楽しめた。その中で A 男と B 女が今は結婚してて、 B 女は妊娠中だから来てないことを聞いた。
前回の同窓会で再会して、その流れでやっての出来込んで、今は二人目ということも。田舎は情報が回りやすい。そうこうしてたら栄養が私に話しかけてきた。前述した通り、私は異様に記憶力がいい。受付にいた時、栄養は左手の薬指に指輪してたが、私に話しかけてきた時には外していた。その行為からわかるように、私を口説いてまいりました。本気でこいつは私をいじめていたことを忘れてる。いや、思い出したとしても口説いてきたということは大したことじゃないと思ってると思うと殺意が芽生えた。オタク思考の自分は漫画の悪女みたく栄養を寝取って、美女と別れさせてから栄養を捨てるみたいなことを考えたが、作戦が考えられない上、そもそも栄養と寝るとか想像しただけで吐いた。第二の作戦は、やらないまでも貢がせて金を絞り取ってやろうかとも思った。でもそんな上級テクなんか知らないから無理だと断念。兄的には復讐とかやめて、もう一切関わりを持たないことを勧めてくれたが、それも負けた気がして、うだうだ復讐方法を考えている間にも、栄養から誘いのメールが来て、二度ほど食事には行ったけど、ご飯食べたら速攻でバイバイ。会計も完全割り勘。復讐すれとか見て、相手の SNS を発見したり、B 女の秘密のブログを発見したり、栄養の就職先を断定したりとか、相手の情報はたくさんゲットできていたものの、効果的な復讐計画は立てられず、ただ頭の中で栄養と B 女をやっつけるイメージしかできなかった。その間に B 女は二人目を出産。そうこうしてたら栄養からのメールが具体的に口説き落としにかかってくるものになってた。どうもなかなか私が落ちないことが逆に栄養の心に火をつけたらしい。ゲーム感覚で落としたいのか、結果本気で私を好きになったのかはわからないし、それはどうでもいい。相手から送られてくるメールに、本気で好きになった私こと結婚したいんだということを書いてくれてることが私にとっては重要。私は、K 君から聞いたけど、栄養君結婚してるんだってね。私、不倫とか嫌だからもう会わない。とメール。嘘ではないが、あえて栄養がライバル視してるらしい K 君の名前を出した。栄養、それは K の嘘だ。俺は結婚してないよ。このメール見た瞬間、私はニヤーとしちゃったね。とりあえず、このやりとりは保存。プリントアウトっと。その間に、また、数回、栄養と食事に行って、誘いを交わして帰宅。他にもいろいろと情報収集。で、ある日、栄養に、大切な話があると呼び出した。それも、栄養が、特別なイベントの時に使うと言っていたお店をセレクト。案の定、いい方に勘違いした栄養は、明らかにウキウキしてた。私、栄養くんが私と結婚したいって言ってくれて、私も本気で結婚考えたの。この時の栄養の表情、とうとう獲物ゲットしたぜ。で笑顔。私、でも、この前、何気なく、栄養くんの名前をネットで検索したらさ、少し栄養の顔色曇る。私、栄養くんの Facebook 出てきたよ。やっぱり結婚してたんじゃん、涙声。栄養、Facebook でわざわざ B 女さんと既婚です登録してたんだよね。それでなんであんなにしれっと嘘つけるんだかって感じですよ。私、不倫は嫌だって言ったよね。だから、もう会わないし、メールもやめる。栄養、違う。俺と B 女は、もう冷めてるっていうか、俺は、私この方を、本気で好きになった。私、B 女さんとはそうだったとしても、お子さんだっているから。栄養、子供なんてどうでもいいよ。もともと、いらなかったし。私、と、いうことらしいです。B 女さん。栄養、へ。個室ドアが開いたら、そこには B 女。
美女、どういうこと？ヘア。なんで、ここに？美女、なこた、どうでもいいんだよ。どういうことだっつってんだよ。違う。これはそう。ゲームなんだ。美女、何よ？ゲームって。ほら、美女。こいつ、覚えてるだろ？私子だよ。中学の時にいたオタク。美女、こいつが？嘘、あのブスが？これ。唐突に、矛先が自分に向かってきました。まあ、予想の範囲内でしたが。美女、私このくせに、人の旦那に手を出すっていい度胸じゃない。私、それより、ゲームってどういうことなの？君。俺が、お前に本気になるわけないだろ。友達と、中学の時のキモオタが、生意気に垢抜けしてたから相手にしてやろうって話になったんだよ。だからさ、美女。俺は、こいつを落とすために、わざと嘘を言ったんだよ。美女、プ。だってさ、私子。私への復讐で、栄養との関係を私に知らせようとしたってとこだろうけど、残念。私、栄養君。私を騙してたの？そうだよ。でなきゃ、誰がお前みたいなキモいオタクなんか。私、今の会話全部録音させていただきました。今から、結婚詐欺として栄養君を訴えますね。二人ポカーン。私、だから、意図的に未婚と偽って、私と結婚したいっていう風に言ってきたことが全部嘘だって自供した会話を、証拠に栄養君を訴えるって言ったの。私、自分が未婚と言い張って私を口説いてた証拠。私と栄養君が一切体の関係を持ってなかった証拠。食事に行ったけど割り勘だった証拠。そっちが私を訴えれる要素ないから。逆に、私は A 君を詐欺で訴えられる証拠はいっぱいあるよ。で、私はこれよりも最大の核爆弾を発射させた。私、ところでさ、ネットサーフィンしてて見つけたけど、この画像美女とその子供だよね。親子3人でユニバって書いてたけど、この男の人、栄養じゃないよね。二人のことをネットで探ってる間に見つけた美女の秘密のブログ。そこには、栄養じゃない男と美女のラブラブ生活が綴られた画像と記事がわんさかしていた。美女、顔は隠してたけど、Facebook でしてた。画像と同じ服着てるし。子供は、完全に顔も写してたし、これまた、同じ服着てたり持ってるおもちゃが一緒だったり。でも、明らかに父親は栄養じゃない様子。アメブロ上では、名前変えてり、自分の顔は写してないとか、そこそこの気を使っていたらしいが。Facebook で連動してた Twitter の ID で検索したら出てきたブログだったんだよね。むしろ、よく今までバレなかったよね。私は、ブログの他の記事や DNA 鑑定の案内をプリントしたもの。栄養が、他の女の子にも送ってたメールをプリントしたものを置いて、その場を去りました。以上が私のした復讐です。そして、変に矛先向いても怖いから、兄は子供を置いたらすぐに立ち去ったので、その時のその後はわかりませんが、町の噂によると、二人は離婚。でも、栄養は浮気三昧、美女の子供は栄養の子じゃなかったことが判明。慰謝料をどうするかでずっと揉めてる。という感じだそうです。